茹でるってだってボイル、ボイル、ボイルじゃん、ボイルドヘッドじゃん、ちょっとエロいから湧いてるわ、ゆで頭、ゆで頭湧いてる、頭湧いてる、頭湧いてるみたいな、湧いてるっすみたいなね、湧いてるっす、ボイルドヘッド、ボイルドヘッド、ホワイトデイズじゃなかったんだ。じゃあ次英語いきましょうか。はい、はい、まず採掘するという動詞皆さん知ってますか。これはまあ、ね、ちょっと、ね、知らない人いんの、知らないですか。これ正解実はねマインなんですよ。やったディグはディグ違う、ディグ掘る、ディグ確かに確かに間違ってはいない。採掘するまあ掘るまあまあいいんじゃねえか。やったなぜあえて外したのか前に思いつかなかったのに。で技能工芸名詞これはテクニックですね。テクニックスキルスキルスキル、スキル工芸という意味はあんまないですね。テクニックよりテクニックってそういうスキルだっけ。あるとか合ってるよ。最後テクニックキューキューイーとかじゃない。あーかわかんない。まあ模範解答はクラフトですね。クラフトかよ。クラフト、ワインクラフト。え、でも模範解答でしかないから、まあ、いやでも君はね、綴りが知れてます。合ってる今、あー変わってる今、合ってる。さっき写真撮ってるからもう。あ、確かに。次から中がマイクラのことをディグってディグディグに俺はマインスキルっていうか。次、ふりをする人、詐称者という意味の名詞、これ分かる人いますか。インポスターじゃないの。おー、いや、もっとそれかトレーダー違うんだよな。プリテンダーなんだよな。正解です、プリテンダー。こいつはこのそれしか知らないから。確かにプリテンダーじゃん。プリテンダーしか知らないの。俺知ってる英語ね、プリテンダーとかフラミンゴとかね。そうだね、それしか知らないんだよ。これ全部キングヌーとかね。そうそうそう、ヌーの王様ってこと。キリアンって書いてあるけどね。キリアン詐称者、詐称者。じゃあ次和訳ですね。1個目、カクタス。これは愚痴つぼなんだよ。愚痴つぼですが、まあ、サボテン皆さん合ってますね。愚痴つぼはいいよ。愚痴つぼは正解に決まりますか。別解ですか。三角、三角、別解、別解。2つ目しいたけ。これは何でしょう。え、結構しいたけ。これしいたけだけじゃない。なんで書いてないんだよ。しいたけ。なんで書いてない。しいていく、しいたけ、そういうことか。しいたけだよ。あー、そういうことか。3つ目キリアン。いや、まあ、正解っちゃ正解ですね。石頭ハゲ、これハゲです。ハゲは正解だ。ハゲは正解でいい。正解なのかよ。惜しいな。まあ、ハゲって意味ですね。ハゲ、茹でるってだっけ。ボイル、ボイルじゃん。ボイルドヘッド。ちょっとエロいから湧いてるわ。茹で頭、茹で頭湧いてる、湧いてる、頭湧いてるみたいな。湧いてるっすみたいなね。湧いてるっす、ボイルドヘッド。ボイルドヘッド、ホワイトデイズじゃなかったんだ。ボイルドヘッド。それいいな。で次問いさんは多分高校受験レベルのなんかめっちゃ普通な問題出しちゃったんだけど、これ1個目コンクラですか。なんかコングラチュレイトウィズみたいな、なんか今ちょっとそれっぽい感じにした。プリーズミー、プリーズミー。お前サクセスだね。フォーにした。フォーじゃないの。あ、フォーもしくはオンですね、これは。コングラチュレーション、オンもしくはフォー。違うのか。コングラチュレイト、コングラチュレーション。あと、コングラチュレーションズですね。ズ？いや、もっと。コングラチュレーションズですね。え、それはね、初めて知った。実は。S なんだ。コングラチュレーションズ。コングラチュレーションズフォー。で、次も、多分みんな見たことある。これね、見たことある。見たことあるよ、これ。もうね、俺後半しか覚えてないことす。オーバースプリートミルクしか覚えてない。ミルク入ってんなと思ったけど、もう書いたんだ、ミルク。受験でめっちゃよく出るやつですね、これ。これ、分かる人いますか？ユーズクライングです。正解です、ユーズクライング。なんか泣いてもミルクは戻らないみたいな。そう、ね、そう、こぼれてしまったミルクをなんかわめくのは意味がないみたいな感じの直訳ですね。はい、次、めちゃめちゃ簡単やなという意味なんですけど、まあこれもスラングというか熟語というか出ましたね。どうですか。ピースオブケーク。あ、正解です。あ、ピースオブケーク。え、うー、そうなの。何それ。これね、俺書き合宿で出たんだよね。3人正解。S いけてたら満点だった英語。おお、マジか。ガチか。やるね。It's easy question。 さすが英語で。 It's easy question。 It's easy question。 オブテステスト。いや、だから過去に2単語入れんな。でもその入ってないじゃん。2単語入れろとは。オブテストめっちゃ簡単や。フェーラーに単語1つずつ入れてとは書いてない。確かにね。
でも俺英語で4点取れたわ。おお。キリアン英語クイズだから。あ、英語じゃないんだよ。似合いよか、実は4点。あ、さっき一緒やん。おお。次はじゃあ理科いきましょう。はい、はい、じゃあちょっと俺今日行ってくるから。あ、いいです、いいです。あ、違うなってる。あ、ない、ない。あ、ドモルガン定数だけ書いてある。ドモルガン、ドルガモンだって。ドルガモンじゃあ1個目からいきますか。はい、まあこの今話題になっている1モルの物質中に含まれる分子の数を表す定数を何というか分かりますか。アボガドロ。はい、アボガドロ定数ですね。もうモルガーとかモルガー離れなかった。アボガド定数は、アボガド定数はちょっとね、あの、そうだ、ロー欲しいかな。オッケー。いや、書いとけよ。だったらボケるために書いといてよ。いや、わかんない。答えが分かってからボケてるわけだから。確かにね。はい、じゃあ次、ベンゼンの構造式。これはじゃあ正解書きますね。はい、まあこれでも、あ、じゃあそれでいいなら、これで合ってる。あ、まあこれでもこれでもいいですよ。あ、じゃあ合ってる。あ、まあ、あ、それでもいい。ん？C はないですよ。いや、これあの人に落書きしちゃっただけだよ。違う違う、 H、 これだってこれ H や。適当に落書きしただけだよ、だちょんちょんって。ちょんちょん関係ないよ、私の。関係ないから。落ちじゃない。うーん、ちょっとどう思う、みんな。これベンゼンが泣いてる人ね、これ。あ、よく覚えてる。泣いてる人。ブルークがこのベンゼンの勉強してるときに、あまりにも辛すぎて。ダメ？テスト勉強辛すぎて全然泣かしちゃった。まあ、三角でいいよ、じゃあ。科学やってた人は結構覚えてますね。ベンゼンは覚えやすいもんな、今年かな。次、問3。地球上で最も重力が大きい場所はどこか、理由とともに書け。これはまあ物理の簡単な別の問題。キリアンがいるところ。密度が高いから。キリアンの重力が高いから。重力がね、万有引力ね、重力、あの、質量に依存するので。ちなみに書いてる人いますか？書いて、はい。マリオナ海溝。マリオナ海溝。あー、まあ違いますね。違いますか。北極と南極では。正解ですね、北極と南極ですね。いや、思った。俺も思った。割とマジで思った。割とガチで思ったけど、理由が分かった。理由は、一応理由なんて書いた？自転の遠心力がないから。あ、正解ですね。あー、赤道。お前すげえな。すごい。お前すげえな、マジで。赤道の部分は遠心力で宇宙側にあの力が働くから、その分差でちょっとちっちゃいんだよね、重力が。っていう問題です。あー、なるほどね。次、気体の状態方程式を書け。わかんないすぎて。わかんないっすか。これあの多分聞いたら君たち3人は聞いたらと思う。聞いたらね。PV イコール NRT。え、これ急に書いたんだけど。それだ。そう。PV イコール NRT。めっちゃ使ったやつだ。めちゃめちゃ使った。めちゃめちゃ便利。NRT。あ、じゃ違う。なんて書いた？PV対 NR。あ、なんか微妙に何でもない。浸透圧。浸透圧。いや、浸透圧だと PV イコール π RT かな。なんで？じゃあ次、脊索動物門に属する生物を見つかけ。脊索か。脊椎動物だと思ってるの。喜んだら違うって。脊索動物だと思って書いて。ちなみに何て書きましたか、皆さん。猿、ゴリラ、チンパンジー。あー、シャー君は？シャー君はブルクシャー君。あー、ブルクは？あー、キンタケは？え？あー、ごめんなさい、失礼しました。すいません。スマイルは？犬、人、猫。シャー君、中のスマイル、正解ですね。やった、やった。脊索動物っていうのは、脊椎動物と、あとなんか変なやつを含んだ。あ、そうなんだ。マジ？人間が書いてきた。諦めちゃダメだね、これはね。そうだね。まあなんか、まあ哺乳類でも魚でもトカゲでも鳥でも、なんか3種類書いてれば正解になりますね。いいんですよ、それで。次です。細胞小器官のうち、動物細胞になく植物細胞にあるものを2つ書け。わかりましたか？ミトコンドリア。ミトコンドリア両方ありますね。葉緑体。葉緑体、正解。ないです。もう一つ。ないですって書いてある。ないです。あります。細胞壁。ない。あ、合ってます。細胞壁と葉緑体ですね。あー、すげー。聞いたことある。壁胞は両方ある。聞いたことある。確かに。これは全然中学生レベルだったかもしれない。やったかもしれない。これ一問合ってたら何？アパツか。まあ三角でいいよ。じゃあ三角2個で丸。ああ、いいよ。 0.5 点だ。スマイルも三角でいいよ。ああ、そうか。ブルーク、ベンゼンで謎の三角から攻めた。じゃあ次、地質時代のうち古生代に属し、シルル紀の次に位置する両生類が出現した時代を何というか、括弧ダンクルオステウスが言う。あ、全部初めて。ダンクルオステウスはあの動物の森のめっちゃレアな深海魚で出る。本当に？そうなの。白亜紀しか知らないから。白亜紀シルル紀初めて聞いた。シュラキって書いてある。え、シャ君なんつった？え、シルル紀初めて聞いた。
言ったっけ。ああ。それは原始時代だから。原始時代。正解は確かにね。正解デボン期ですね。聞いたことあるわ。聞いたことはあるけど、ね、でも出てこないわ。デボン期ってあれだよね。ポニョ。あ、そうそうそう。ポニョとかのあのダンクルオステウスもそうなんだけど、いかつい魚、でかい魚みたいのがいっぱいいた時です。へはい。はい。流紋岩や花崗岩に多く見られる二酸化ケイ素からなる無色の鉱物は何か。ケイ素。石英。石英正解ですね。君すごいね。そうだよね。水晶とかでも別に良かったけど、別名石英がすごいなんか結晶綺麗なやつを水晶って言ったりするんで。いわゆる水晶、あれ白色の細長いやつっぽいのやつ、そう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 、あれだね、石、まあ、だからクリスタルの破片みたいなやつだね。これ飛ばしトイキュー、トイキューはまあ飛ばしてもいいよ。なんだっけ、なんでこんなことったんだ。一応正解あんの。正解言っとくと、あの PV のガンマ乗イコール一定。うん、OK、うん、はい、はい、理科で1点取れたのが良かった。2点だ。全部書いたのに1点。スマさんすごい、しっかり0点だもん。スマイルすげえな、5点取ってるよ理科で。すげえな。最後社会いきます。はい、まず問1、地球上で最も大きな島の名前を書いてください。わかりましたか皆さん。何見ちゃダメだよ今。はい、最も大きな島なんですか。グリーンランド。グリーンランド正解です。グリーンランドです。あの地図だってでかいけどみたいなやつだから。そう、その島の定義はあのグリーンランドより小さい陸地が島っていうふうに定義されてる。それは聞いたことがある。オーストラリアより大きい陸地を大陸っていうふうになってますね。そうだわ。じゃあ次、植民地時代に多くの地域で行われた広大な農地に大量の資本を投入して単一作物を大量に栽培する農園のことを何というか。プランテーション農業みたいな。正解です。プランテーションだけでいいですか。いいです、プランテーションで。なるほど、約束のネバーランドだ。究極農園。アルティメットファームじゃん。次、明治憲法下の日本の帝国議会を構成していた院は衆議院と何か。これはね、ちょっとね、あの引っ掛け問題なんですけど。そうなの、まあ、参議院ではないという問題です。あ、それはね、参議院じゃない、まあ、そりゃそうだろうなって思いながら書いてるね。僕も参議院って書いた。答えはなんと貴族院です。正解ですね。すげー、答えますね、みんな。すげー。何？中央議員。あ、なんかそれっぽい。なんかありそう。ぽいぽいぽいですね。問4、1600年に日本で起きた戦いを答えよ。これは皆さん分かりましたか？これは分かった。時計判断も違います。関ヶ原ですね。いやー、そっか。そうだ、どっちか確認もらうのはね、100年ぐらい前ですね。で、次、ABCD ボールも。これちょっと、これどうですか？引っ掛けなんだよ、ABCD。どうですか？みんな分かりましたか？ A はアメリカ。正解、A はアメリカ。B は英国ですね、ブリティッシュ。ブリティッシュか。あ、そうなんだね。はい、はい、で、C はチャイナ、正解、チャイナ。で、D がちょっと引っ掛けられるやつなんですけど、あオランダですね、ダッチ。ダッチ。あー、おお。ダニエルダッチ。ダニエル。アメリカ、ブラジル、中国。そいつらと対抗なの。すげえよ、それ。やばいね、アメリカ、イギリス、中国。ダニエル。国に並ぶんだ。2個合ってたらまあ三角でいいやじゃん。一個しか三個合ってたら。一個しか合ってない。デルタもらえますか。じゃあデルタで。三個は三個はベンゼ。ベンゼもらえる。六角形あげる。で次、これもね実は引っ掛け問題なんですよ。1488年アフリカ大陸の希望法をヨーロッパ人として初めて発見した人物を答えよう。これバスコダガマとかコロンブスとかっていうのではないんですよ。ないよ。この辺しか間違ってない。この人はバルトロメウ・ディアス。そうだっけ。なんだよ。はい、次です。これポエニ戦争のカルタゴの将軍。知らない。分かんないですか。これは答えはハンニバルです。あ、そうなんだ。ガチか。ハンニバル。ハンニバル。え、レクター。レクター。動画で僕言ったので。ハンニバル。レクター。ハンニバル。レクター。ハンニバルレクターってそっから撮ってんのじゃん。レクターって何？あの羊たちの沈黙に出てくるハンニバルレクター。俺なんかそっち系の知識が固まる。ワンピースもいますね、ハンニバル。雑学っていう。ハンニバル。ハンニバルか。雑学があったらいけたかもしれない。一般常識もあってもよかったけど。一般常識がない。それ、ごめん。だから俺一般常識しかないからさ。それは言い過ぎたけど。俺が常識ないかもしれん。問8、これ分かった人いますか？はい。はい。
羽柴秀吉。正解です。まあ別名豊臣秀吉でもあるです。あ、そうなんだ。いや、なんかね、いや、思った。ちなみに思ったこれはガチ。羽柴秀吉、じゃ書いといてよ。俺マジで分かんなかったけど、吉からの秀吉思いつかんだだけなんだよ。あ、それは多分ね、あんま関係ないけど、まあ関係ないね。正解、長州力家。長州力家、長州力家、長州力のお姉ちゃんみたいな。じゃあ次、9問目、超作林の真を答えよ。超作林って言うんだ、これ。これは結構、まあ有名な人に自信あるよね、これ。まあなんかその、これ自信しかない。自信ありますか。尺なんすか。いや、ちょっと、まずいよ。いいかもしれない。まずいよ。不謹慎ですね。他は、僕は、ハラキリ。ハラキリ。違いますね。ですか。ちょっと、ヒトキさん。言ってないかな。はい、じゃあ、まあ。まあ言ってみて。いや。意味知らないから。ああ、意味知らない。あ、死ぬってことだけ知ってる。五感さんは毒殺もしくは副上司です。ああ、副上司、なるほどね。なんか毒で落下死。落下死。ああ、なんかマイクラっぽいですね。落下死。これね、結構珍妙な、珍妙というか珍しい殺害方法で、まあ有名なんですけど、爆殺ですね。爆殺。クリーパー。クリーパーって書いてある。正解。クリーパーはまあギリです。三角入ってます。ハラキリ。超作林爆殺事件っていう事件の名前にもなったりして。でも確かに、なんかその今の超作林爆殺事件だけ聞いたらなんか聞き覚えある。まあ割とね、爆殺、歴史上爆殺された、あの歴史上の人物はなかなか超作林ぐらいしかいないんじゃないかっていうので。じゃあ最後。はい。生存権。模範解答は、健康で文化的な最低限度の生活っていう言葉が入ってれば、これありですか。じゃあ健康で文化的な最低限度の生活を。ああ、正解ですね。すげえ、すごい。書いてますか。他、必要最低限の健康が働こうたら保障する権利。ああ、ちょっと惜しいな。25条ってのしてるんですよ。25条、すごいね。じゃあ、まっすがってきてる。三角。あ、いいよ。一応、まあ25条第1項、そのままだと。憲法ミリシュです。ミリシュラ、ミリシュラ憲法。ミリシュラ憲法。ミリシュラ憲法。じゃあ、まあ一応、義務3つ書いた人言ってください。何すか？遊ぶ、寝る、食う。教育の敗北を示した。憲法を見に知らない。中村さんは多分この建国じゃ、納税と教育はあってるはずなんだけど。納税、教育、もう一個勤労、なんか働くと健康で迷っても健康でした。勤労が正解ですね。納税、勤労、教育、正解だ。シャケさん正解。じゃあ俺も今勤労って言ったから正解でいいですか。あ、俺4つ書いてくよかったのか。じゃあ3大義務、3大義務4つ、4大義務引っ越して1個後でバレないように消せば。しくったな。ギリいけたかも。スマイルなんかすごくなかった。スマイルね、せーの、三角は 0.5 でいいの。 0.5 でいいよ。マジ合計点数取ったら大変なことになる。3、お、これで点数ができるの。仕様取りますか。じゃあ、じゃあ一応合計点数18.7点。0が痛いんだよね。15。おお、12。おお、18.5。僕六角形で勝った。点7が、点7なの。六角形は75。18.75。24。すげえ、すごいね。マジですげえな。すごいね。すごっ。ということで、スマイルさんがまあお勉強できる人ということで。相手で学力王すか。ああ、もういいですよそれ。名乗って。キリア王じゃない。キリア王か。説はある。まあ俺が出しそうな問題分かってる王ということで、もう名乗っていってください。はいはい。お疲れ様でした。面白かったけどちょっと腹が立つな。マジで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらにツイッターのフォローもよろしく。ツイッターには最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。